アップルマップおよびマップはアップルが運営、開発する地図アプリケーション。iOS、iPadOS、MacOS、WatchOS のデフォルトの地図アプリケーションである。地図のほか、自動車、徒歩、および公共交通機関のナビゲーションや到着推定時刻を提供する。また、建物や構造物のモデルで構成された 3D 風景の中で探索できる機能。 フライバーモード360度の周囲の景色の画像を見渡しながらスムーズに移動することができるルックアラウンド機能もある。このアプリケーションが iPhoneOS に搭載されるようになったのは初代 iPhone が発売された2007年6月29日であり、当時は Google マップが使われていた。2012年6月11日に開催された アップルワールドワイドデベロッパーズコンファレンス2012での基調講演にいてスコット・フォース・トールは新バージョンは Google ググマップの使用を止めオランダのナビゲーションシステムメーカーであるトムトムのデータを使用したアップル独自の地図を使用することを発表した2012年9月19日アップルは iOS6 で自社製のマップサービスをリリースし Google マップを iOS のデフォルトのマップサービスから置き換えた。最初のリリースでは、不正な方向、公共交通機関のユーザーに対するサポートの欠如、及びその他の様々なバグやエラーについて、ユーザーやメディアから大量の批判を受けた。Apple はこれらの批判に対して、マップ制度の改善に取り組んだ。その後、iOS 7、X 以降はマップは急速に改善し、 iOS 11, X では高機能で実用的な地図アプリとなっている。6月11日に開催された Apple Worldwide Developers Conference 2012にて iOS 6, OS 10 Mountain Lion, iCloud とともに Apple Map が発表された2012年6月11日 Apple Worldwide Developers Conference において Apple は アップルマップの初期リリースを発表し、iOS 6以降のデフォルトのウェブマッピングサービスとして、Google マップにとって変わることを発表した。また、ターンバイターンナビゲーション、3D マップ、フライバー、AI アシスタントの指示が含まれると発表した。さらに、iPhone ユーザーがロック画面からナビゲーションが可能になると述べた。2012年9月19日に正式にリリース。 されたが、正確性に欠けていたため、激しく批判された。2012年9月28日、アプラチオのティム・クックは、マップアプリについて公式サイトで謝罪するとともに、アップルが地図を改善するまで、iOS6 ユーザーに Google マップなど、サードパーティー製の地図アプリケーションを使用することを提案するメッセージを、自社公式ウェブサイトに掲載した。それでも、 全世界的にも不具合報告やユーザーからの苦情が多発、Apple 上級副社長のスコット・フォース・トールを解雇する事態に発展した。iOS6 以前までは Google マップがデフォルトの地図アプリケーションとされていた。2009年後半、Android 版の Google マップに iOS 版にはなかったターンバイターンナビゲーション機能が搭載されたことで、 Google と Apple の間で緊張が高まり始めた。当時、Apple は Google があまりにも多くのユーザーデータを収集していると主張した。その後、独自のマップを搭載した iOS6 をリリースし、Google マップは Web からしかアクセスできなくなった。Google はすぐに iOS 版の地図アプリを立ち上げなかったが、Apple マップの発表直後に Google は 仮想地球儀アプリの Google Earth に Apple Map のフライバー機能に相当する機能を追加した。その3ヶ月後の2012年12月、Google Map は App Store でリリースされた。このバージョンの Google Map は以前とは異なりターンバイターンナビゲーション機能を備えていた。リリースされて間もなく Google Map は App Store で最も人気のある無料アプリとなった。Apple が 独自の地図サービスを作る憶測が飛び交ったのは2009年7月にアップルがオンライン地図サービスのプラッシュペースを買収したとコンピュータ史コンピューターワールドが報じたことがきっかけだった。それ以来プラッシュペースの最高経営責任者はアップルのジオチームの一員となった。その後の2年間でアップルは 3D 地図に特化した地図関連企業をさらに2社買収した。 2010年にはボリー q 2011年には C3 テクノロジーズを買収した。C3 テクノロジーズの画像は後にマップのフライバース機能に使用された。2011年初頭、Apple は iPhone ユーザーのために今後数年で改善される交通サービスを作るために位置情報を収集しているとウェブサイト上で述べ地図サービスの計画を示した。 アップルマップがリリースされた2012年9月には Google とアップルマップの両方に関係する情報源がアップルが Google マップで働く従業員を募集しているとテッククランチに主張していたリリースから1年後にはアップルマップは様々なエラーを解決するための多くの改善を受けたその他の変更点としては衛星画像の追加や より多くの都市でナビゲーションを利用できるようにしたことなどが挙げられる。2013年にはマップを改善するためにホップストップ、エンバーク、ワイフィスラム、ローケシャネリー、ブロードマップを買収した。ホップストップとエンバークは共に公共交通機関のマッピングを専門とし、ワイフィスラムはインテリアマップを専門とし、ローケシャネリーは マッピングサービスのために正確な企業データを提供し、ブロードマップは地図データの管理、相当分析を行っていた。2013年6月の WWDC で Apple は iOS7 に搭載されたマップの新バージョンを発表した。この新バージョンでは外観やアイコンが一新された。また、フルスクリーンモード、ナイトモード、リアルタイムの交通情報、 歩行者向けのナビゲーション、頻繁に訪れる場所を記録する機能など多くの新機能が実装された。また、新たな衛星画像が再び追加された。2013年9月18日に iOS7 が正式にリリースされた。この時、新しく発表された i p h o n e 5 s にはナビゲーションモードを調整するためにユーザーが歩いているのか運転しているのかを識別できる。 モーションコープロセッサー M7 が新たに搭載された。同、WWDC に OS 10 m a r v e r i x でデスクトップ版の初めて地図アプリケーションを利用できるようにすることを発表した。2013年10月22日に OS 10 m a r v e r i x がリリースされた。デスクトップ版は iOS 7のマップと似たようなものだったが、連絡先や カレンダーアプリとの連携が可能になった。さらにデスクトップ版では iOS で他のデバイスに位置情報や道順を送信できるようになっていた。翌年6月には Apple はパーソナライズされたおすすめの場所を提供するソーシャル検索エンジンスパクターを買収した。2014年9月17日 iOS7 の後継となる iOS8 が公開された。その後、 10月16日に OS10 寄せ見てをリリースした。どちらのアップデートでも、マップに大きな変更はもたらされなかった。しかし、iOS と OS10 の両方に、シティツアーズという機能が導入された。この機能により、フライバースで場所を案内することが可能になった。また、OS10 寄せ見ての検索機能のスポットライトにも、マップの結果が表示されるようになった。 2014年の後半、アップルのニュースサイトの Q25Mac は、この数ヶ月の間に、マップの主要社員を含む多くの社員が、Uber ーーに就職するために退職したと報じていた。翌年、2015年4月24日に発売された新型アップルウォッチの OS にマップが追加された。スマートウォッチ版には、ターンバイターンナビゲーション機能が搭載されている。 ユーザーの手首をタップすることでナビゲーションの指示をする。2015年6月8日に開催された WWDC において Apple のソフトウェアエンジニアリング担当上級副社長であるクレーグ・フェデリギが iOS9 の新バージョンのマップに世界の多くの都市の公共交通機関に関する情報が搭載されることを発表した。また、この機能は OS 10L キャピタンやウォッチ OS にでも利用可能となったほか、注目スポットをいくつかのカテゴリーに分けて表示する、この周辺機能を追加している。今回のアップデートでは、交通機関が遅れた場合、アプリケーションが迂回路を選択してくれるようになった。3つの新バージョンの OS は2015年9月に利用可能になった。これらに加え、2015年にマップを さらに改良するために数社を買収した。春には、ハイインテグリティ GPS で正確な位置情報を提供するコヒレントナビと、同年後半にスタートアップ企業のマップセンスも買収している。後者は大量の位置データを整理するソフトウェアを開発していた。2016年、マップは新たな開発センターを開設し、ウォッチ OS と iOS 向けに、 アップデートされた。2016年3月に WatchOS2.2 がリリースされた際には改良が行われた。マップは OS の新バージョンでリニューアルされ、それまで iOS 専用だったこの周辺機能をはじめとした多くの新機能が追加された。その4ヶ月後、ティム・クック最高経営責任者はインドのハイデラバードにあるウェイブロックのキャンパス内に IT 企業のムシー、ノイダと提携した新オフィスを開設した。この開発センターは、マップの開発に注力しており、4000人の従業員を雇用している。GD ネットによると、25万フィート二のオフィスの費用は2500万ベイドルだったという。9月には、iOS10 がリリースされた。アップデートに伴い、マップのデザインが一新された。さらに、 開発者に解放され、以前の使用状況に基づいていくべき場所の提案を行い、駐車した場所を記憶することができ、ユーザーが検索提案をフィルタリングすることができ、ターンバイターンのナビゲーションが改善された。ナビゲーションは自動的に拡大、縮小し、前方の交通量を表示し、ルートに沿って興味のあるポイントを検索することができる。 これらの機能はカープレイにも対応している。2019年9月のスバルインプレッサのデータ、画像収集者2018年初頭、アップルはマップが36カ国175以上の都市でユーザーが自転車シェアリングステーションを見つけられるようになることを発表した。これにはサンフランシスコ、ニューヨーク、モントリオール、ロンドン、パリ、ブリスベンが含まれる。 2018年夏、インターネットソフトウェア及びサービス担当上級副社長であるエディ Q は、アップルが過去4年間静かに独自に収集してきた地図データを使い、位置から再構築したマップのロールアウトを発表した。これまではトムトムなどのサードパーティー製のデータに頼っていた。新しいデータを含む微細化されたマップは、 サンフランシスコのベエリアから始まり、その後北カリフォルニアに拡大している。新しいマップデータは iOS のアップデートとは別に行われており、Apple Watch や Mac にも表示される。ある利用者は、微細化されたマップには、植生の詳細の驚異的な量が含まれていると指摘し、道路間の草むらや植生が細かく表示されている。2018年11月、Apple は、 ウェブサイト上でマップの歩道や徒歩ナビゲーションを改善する試みとしてリュックを背負ったチームをロサンゼルス、サンフランシスコ、サンタクララ軍などの様々な場所に派遣することを明らかにした。2020年4月9日、現在アメリカ合衆国では50州すべてコロンビア特別区、ほとんどの米国領土で詳細な地図が公開されている。リリース時に ヨーロッパは同年後半に微細化されたマップに更新されると述べた。2020年時点で訪問された国はイタリア、スペイン、ドイツ、フランス、イギリス、日本などを含む。2020年6月22日に開催された WWDC では同年後半にイギリス、アイルランド、カナダが最初に微細化されたマップに更新されることを発表した。 2020年8月5日にマップは日本向けに大幅な改良をし、より精細な地図が表示されるようになり、一部の地域で歩道を詳細に確認できるようになったり、微細化されたマップと同じような表示になったりした。また、これに伴い、ルックアラウンド機能も東京都、大阪府、京都府、名古屋市と各周辺地域で利用可能になった。2020年9月、 iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7の一般リリースと同時にサイクリング案内がマップに追加された。リリース時点ではニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ、上海、北京の各都市でしか利用できないが、アップルは今後さらに追加していく予定とされている。同月末、アップルはイギリスとアイルランドでアップデートを行い、 アラウンンドとサイクリング案内を追加した2020年10月19日、アップルはカナダ向けの新しい地図のテストを開始し、12月初旬に最終バージョンを公開した。2021年4月22日、アップルはスペインとポルトガルでより精細な地図のテストを開始し、最終バージョンは2021年6月7日に開催される。 アップルの世界開発者会議で公開された。さらにアップルはイタリアとオーストラリアにも年内により精細な地図を配信することを発表した。アップルマップはベクター画像を使用しているためアプリケーションソフトウェアは2012年9月時点の Google マップよりも少ないデータで使用できた。マップにはレギュラーマップ、サテライトビュー、ハイブリッドビュー、 および公共交通機関ビューの4つのレイヤーがある。地図データの主要プロバイダーはトムトムだが、データは自動車、ナビゲーションデータ、ヘキサゴン、インターマップテクノロジーズ、オープンストリートマップ、ウェイズでも提供されている。アップルは2015年にトムトムと契約を更新した。トムトムはテレアトラスの親会社であり、Google マップでも使用されている。衛星画像は デジタルグローブのものを使用している。中華人民共和国では代わりにオートナビのデータを使用している。アップルのマップを使って経路を検索することができる。ナビゲーションサービスは車両、歩行者、公共交通機関のための音声による案内を備えたターンバイターンナビゲーションがある。アップルによるとナビゲーション機能は世界中の56カ国で利用可能である。 アップルのマップはリアルタイムの交通情報を表示することも可能である。さらに、アップルのバーチャルアシスタントシリはアップルのマップに統合されている。このマップは、ブッキング .com フォーサックウェア、トリプデバイザー、イエルプを含む約20社が提供するランドマークポイントを表示する。フォーサックウェアのデータは2015年後半に追加された。ユーザーは 後で検索できるように地図上にピンをドロップして場所を保存できる。衛星ビューには指定された場所を3次元衛星ビューで表示するフライバースがある。フライバーでは大都市やランドマークを中心とした特定の場所を俯瞰的に見ることができる。立体的な景色は写真のようにリアルでユーザーは視点を変更することができる。フライバーは マップの最初のリリース時から利用できるようになっている。また、フライバーがある都市の多くには、シティツアーズ機能もある。この機能では、フライバーでその場所のランドマークに沿って案内される。シティツアーズは、iOS8 と OS10 よせみてで追加された。フライバーに加えて、約50の都市では、3D マップも搭載されている。この機能では、地図上に、 構造物の立体モデルを見ることができる。写真のようにリアルではないこれらのモデルはターンバイターンナビゲーションを利用する際にも表示される。フライバーは以下の都市に対応している。iOS 9と WatchOS 2.2にこの周辺機能を搭載した。検索に食事や交通機関など様々なカテゴリーのアイコンが表示される。それぞれのアイコンをタップすると そのカテゴリの近くにある興味のある場所が、名前、距離、イエルプのレビューと共に表示される。この周辺機能でターンバイターンナビゲーションを有効にすることができる。2015年9月16日に iOS 9がリリースされ、この機能はアメリカ合衆国と中国本土のみで利用可能だったが、2015年10月末にはオーストラリア、カナダ、ドイツ、 フランスにも拡大されていた。2016年には、オーストリア、デンマーク、フィンランド、日本、オランダ、スイス、イギリスにも追加された。2020年6月12日、新たに、アルゼンチン、ベルギー、ブラジル、クロアチア、チェコ、エルサルバドル、ギリシャ、香港、ハンガリー、インド、インドネシア、アイルランド、イタリア、マカオ、メキシコ、 モントセラとニュージーランド、ノルウェー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、大韓民国、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、スペイン、台湾、タイ、トルコ、ベトナムの31カ国にこの周辺機能が追加された。交通機関は様々な都市とその周辺の公共交通機関号を地図上に表示する乗り換え案内機能である。iOSQ OS 10L キャピタン、ウォッチ OS2 に初めて追加された。さらに、公共交通機関のスケジュールも表示され、地下鉄や鉄道の駅の出入り口の位置も表示される。交通機関は以下の地域で利用できる。2016年に iOS10 において、日本全国の電車やバスの交通機関に対応した。情報源はジョルダンが提供している。 2016年10月2日より、アメリカ合衆国のアムトラックの全路線に対応した。2016年4月に、オーストラリアのニューサウスウェールズ州の NSW、トレインリンクの路線が追加された。2016年10月9日に、ビクトリア州の V、ラインの路線が追加された。2016年12月19日、北、アイルランドを除くイギリス全域で、 交通機関機能を拡大。2017年10月16日、アイルランド島に対応。アップルの乗り換え案内機能は、サードパーティー製のアプリでは利用できない。iOS11 では、空港やショッピングモールの屋内マップが導入された。マップでは、地図上にリアルタイムの渋滞状況をすることができる。また、 ターンバイターンナビゲーションでは到着予定時刻を計算する際に遅延を考慮しており、渋滞時には迂回路を選択することもある。この機能を iOS7 で導入し、2019年6月時点で75カ国で利用可能となっている。渋滞状況は以下の地域で利用可能となっている。ルックアラウンド機能は360度の周囲の景色の 画像を見渡しながらスムーズに移動することができるパノラマ写真閲覧サービスである。Look Around は2019年6月に開催された WWDC で iOS13 とともに公開され、順次に多用都市が追加される予定である。2020年8月5日からは日本の東京都、大阪府、京都府、名古屋市と各周辺地域で利用可能になった。 2014年10月、Apple は Apple Maps Connect と呼ばれるサービスを導入した。これにより、中小企業のオーナーは自分のビジネスリストを登録し、場所や営業時間などのビジネス情報を編集することができるようになる。ユーザーが Apple ID でログインすると、Apple Map のリストをアカウントにリンクするように促すプロンプトが表示される。データベースを検索し、 自分のリストを見つけたり、見つからないリストを Apple のデータベースに追加したりすることができる。2013年7月から2016年2月までの間に Apple ッ,ップと Google マップを利用した米国のスマートフォンユーザーの割合を示したグラフコムスコアはアメリカ合衆国における様々な Web マッピングサービスの市場シェアを世論調査を用いて調査した。 2012年9月にアップルマップが発表される前、iOS 端末、または Android 端末を持つ、アメリカ人は1億360万人で、そのうち8100万人が Google マップを利用していた。コムスコアによると、後者の数字はアップルマップのリリースから1年後の2013年9月には5870万人にまで落ち込んでいた。 同時期のアメリカのアップルマップのユーザー数は3500万人で、iOS、または Android 端末を持つ人は合計で1億3670万人となっていた。6 1 0万人の iPhone ユーザーのうち830万人が Google マップを利用していた。しかし、それらの iPhone ユーザーの中には端末が iOS6 にアップデートされていなかったため、 アップルマップを利用できなかった人もいた。さらに2013年7月から2016年2月にかけて行われたコムスコアの調査ではアメリカのスマートフォンユーザーの20%から30%がアップルマップを利用していたことが明らかになった。同期間にアメリカのスマートフォン所有者の40%から51%がグーグルマップを使用していると結論付けられた。 さらに、コムスコアは、イギリスの iPhone での Apple マップの市場シェアを調査した。発売から1年後の2013年9月には、イギリスの iPhone 所有者、総数1035万人のうち620万人以上が Apple マップを利用していた。イギリスの iPhone ユーザーは180万人を超え、Google マップは、イギリスの iPhone で2番目に大きなシェアを占めていた。 2013年の後半には、イギリスのインターネットサービスプロバイダーの EE は、Apple Map は、4G ユーザーの64%と、3G ユーザーの57%のイギリスでの市場シェアを持っていたと結論付けた。しかし、EE は、そのユーザーのうち何人が iPhone を持っていたかを示していなかった。EE のその後の調査によると、2014年上半期には、 iPhone ユーザーの間で Apple マップの市場シェアが増加していた。4G では70%、3G では76%であった。年の変わり目には同じ値がそれぞれ73%と82%に達した。Apple のマップは iOS6 で2012年9月19日にリリースされたが、多くの Apple ユーザーや評論家に地図の不正確さやバグを理由に、 激しい批判にさらされた。Google ストリートビューや乗り換え案内といった Google マップにはあった機能がなくなり、次のような地図自体の致命的間違いが複数のメディアで報じられた。世界では以下のような不具合が指摘された。日本でも以下のような地図データの不整合が指摘された。地図の 3D 表示にも完全な歪みがある例がいくつかあり。 ブルックリン橋のような象徴的な建築物が潰れて見えることがある。アメリカ合衆国ワシントン州にあるタコマナローズ橋の 3D 映像が崩壊していることに関し、ワシントン州運輸局は iOS6 の見解は異なるかもしれませんが、タコマナローズ橋が溶け出しているといった事実は全くありませんと公式ツイッターでツイートを行った。日本では東京タワー、 大阪城、札幌テレビ等、通天閣、名古屋城がただの高層ビルの形で表示されたり、東京スカイツリーが建っていない 3D 映像が表示されている。また、地球の衛星写真のいくつかの部分が完全に雲に覆われている。アプリケーションの欠陥部分をスクリーンショットで指摘し、それをカバーするタンブラー上のブログもある。これらの批判に対し、アップルは、 声明を発表し、地図を継続的に改善することや、利用者からのフィードバックをすべて認識していると、声明を出したが、2012年9月28日、アプラチオのティム・クックは、地図アプリケーションについて公式サイトで謝罪するとともに、アップルが地図を改善するまで、iOS6 ユーザーに Google マップなど、サードパーティー製の地図アプリケーションを使用することを提案するメッセージを、 自社公式ウェブサイトに掲載した。それでも、全世界的にも不具合報告やユーザーからの苦情が、多発、アップル上級副社長のスコット・フォース・トールを解雇する、事態に発展した。2016年6月、エディーは、ファースト・カンパニーとのインタビューで、アップルは、その複雑さを完全に過小評価していたと述べている。また、マップの問題をきっかけに、 すべての開発プロセスを大幅に変更することになったとも語っている。マップのリリース後、アップルは iOS と OS10 の新バージョンのベータ版を公開し始めた。さらに Q はリリース前からアップル幹部は独自の地図サービスを持つべきかどうかについて長い間議論していたとコメントしている。その1ヶ月後、ティム・クックはワシントン・ポスト紙のインタビューで アップルマップの立ち上げを振り返り、アップルマップは間違いだったと述べている。クックは、アップルは間違いを認め、マップは改善されたため今では、同社の誇りとなっていると付け加えている。地図データの主要な提供者であるトムトムも批判を受けた。トムトムのユーザーエクスペリエンスデザインの責任者である、ケースバンドックは2013年4月、テクノロジーニュースサイトのテクレーターに対し、 アップルに問題があると語った。バンドックによると、アップルは独自のマップを作成するために、あまりにも多くのデータソースを組み合わせようとしていたという。ありがとうございます。